ウィリアム・ルーファース・デバーン・キングは、アメリカ合衆国の政治家。ノースカロライナ州選出会議員、アラバマ州選出上院議員及び、第13代副大統領。ユニオニストであり、同時代の人々は彼を、セクショナリズム、奴隷制度、西部拡大に関する、恩恵派であり、それは、結局南北戦争につながるものであると考えた。 彼は1850年協定の作成を支援した。外国領土で先制した唯一のアメリカ合衆国交換であったキングは1853年4月18日に副大統領在職45日で結核により死去した。任期が最短の副大統領であるが最短でアンドリュー・ジョンソンもキングより短い。ノースカロライナ州サンプソン軍で ウィリアム・キングとマーガレット・デバーン夫妻の間に生まれ、1803年にノースカロライナ大学を卒業した。彼は1806年に放送会入りし、ノースカロライナ州クリントンで弁護士業を始めた。彼は1807年から1809年まで州会員議員を務め、1810年にはノースカロライナ州ウィルミントン市の代理人となった。また、第十二。 第13、第14議会に選任され1811年3月4日から1816年11月4日まで連邦会員議員職を務めた。議員を辞職した後、彼はウィリアム・ピンクニーの下でナポリを呼び、サンクト・ペテルブルクの公使館の初期館を務め、1818 18年に帰国し、アラバマ州ダラス郡のアラバマ川沿いに農園を購入した。農園は現在、 キングズベンドキングスベンドとして知られ、セルマとカハバの間に位置する。彼は、チェスナットヒルと命名した面下の大農園を経営し、キングとその親類は、アラバマで奴隷を所有する最も大きな家族であり、最大500人を所有していた。キングは、アラバマ州政府を組織化した協議会の代表であった。1819年のアラバマの州商人に際して、彼は、 同州代表として民主共和党から上院に選出された。彼はアンドルー・ジャクソンの支持者として1822年、1828年、1834年、及び1841年に再選され、1819年12月14日から1844年4月15日まで上院議員職を務めた。彼は第24から第27議会まで、 上院仮議長であった。また彼は公有地委員会及び通商委員会の議長を務めた。キングの肖像がジョージ・クック筆1839年。彼は1844年から1846年まで中仏講師であった。彼はアーサー・ P ・バグビーの辞職によって生じた上院の空席に対して 民主党から選出され1848年7月1日から上院議員職を務めた。1850年協定成立に導く論争の間、キングは奴隷制度反対の陳情に関する論争に対して上院の発言封じ込めを支持し、コロンビア特別区における奴隷制度廃止に反対した。キングは保守的な奴隷制度支持の立場を支持し、憲法が南部及び連邦で、 奴隷制度を保護したと主張し、準州での奴隷廃止論者や南部の奴隷制支持者による南部脱退論に対する立場であった。1850年7月11日、ザカリー・テイラー大統領の死去から2日後に、キングは再び上院会議長に任命され、副大統領が空席だったため大統領、継承順位が1位となった。 キングは同職を健康問題のため辞職する1852年12月20日まで務めた。彼は第31、第32議会で上院仮議長を務め、外交委員会及び年金委員会の議長であった。ジェームズ・ブキャナンはキングの親友であった。二人はブキャナンが大統領に就任する前、ワシントン DC で15年間家を共有した。 ブッキャナンとキングの密接な関係は、アンドルー・ジャクソンがキングをミス・ナンシー、ファンシー、おばさんと呼ぶように促した。アーロン・ V. ブ,ブラウンは二人のことをブッキャナンと彼の妻とのように話した。また、現代の幾人かの歴史家は、キングがブキャナンとの長期の親密な関係を持っており、同性愛者かもしれないと推測した。ブッキャナンとキングの名は彼女らのおじの手紙を廃棄し、二人の 間にどんな関係があったかについて、いくらかの疑問を残したが、残された手紙は特別な愛情を例示し、ブキャナンは同居人との信仰を主題にして書いていた。ブキャナンは1844年、キングがフランスに向けて立った後に、私は現在孤独で一人です。そして、家には仲間がいません。私は数人の紳士に言い寄ったが、彼らの誰ともうまくいきませんでした。 私は一人ぼっちでいることが良くないと感じます。そして、私が病気である時に看護することができて、調子が良い時美味しい夕食を提供して、私の情熱的でロマンチックな愛情も期待できない、オールドミスと結婚していることに気づいて驚いてはいけませんと書いている。ブキャナンとキングの間の関係は、歴史家の論争の的になっている。ポール・ボーラーなどの歴史家は、ブキャナンが、 アメリカ史上最初の同性愛者である大統領であったと推測できるように書き表したが、ブキャナンとキングの間に性的関係があったという証拠は存在しない。チェスナットヒルの王藩がイラストレーテッドニュース1853年4月30日号。家は1920年代に火災のため消失した。1852年にはフランクリン・ピアースと共に 民主党の副大統領候補として当選し、キューバで1853年3月24日に就任の宣誓を行った。彼は、ジョン・チャートランドがマタンザスに所有するら、アリアドネノエの療養のため訪れており、この変則的な就任式は、末期の結核のため余命が長くないと考えられたため、議会の特別承認によって拡張された特権だった。就任式は、 就任日から20日後に行われたが、その間の3週間、彼は副大統領であった。彼の就任式にちなみ、新しく形成されたワシントン準州は、キング軍と命名した軍を創設し、ピアース大統領にちなんで命名された、ピアース軍同様に、新政権の期限を取ることで迅速な就職格がなされることが望まれた。 キング軍は現在も存在するが、1986年の衆議会は、キング軍はマーティン・ルーサー・キングに敬意を表して解明することとした。その後まもなく、キングはキングズベンドに戻り、同地で死去した。彼は農園内の納骨堂に埋葬され、後にダラス軍、セルマのライブオーク墓地に再埋葬された。キングの死後、 副大統領職は1857年にジョン・ブレッキン・リーチが就任するまで空席のままであった。1792年の大統領職継承条例に従い、1853年から57年まで大統領職継承順位の1位は上院仮議長であった。ありがとうございます。